スの参りましょう。ゴールキーパーは都筑亮太、ディフェンスは右に松田、真ん中に森岡、そして左に中田浩二、ボランチは稲本と戸田です。右のサイドバックに鳩、そして日本のリザーブはご覧の通りとなっています。トルシエ監督46歳、ワールドカップに向けての試合、異なったスタイルのチームとのキーパーは1番のトニー・シルバです。ディフェンスに2番のオマール・ダフ、5番のマリック・ディオップ、13番のラミン・ディアッタ、それから16番のアラサン・エンドゥール、ミッドフィールドの位置には15番のサリフ・ディアオ、22番のマ、大事な試合が続きます。今主審のガリビョンさんが笛を吹きました。ファーストハーフ前半が始まります。さあ金田さん、改めてこの試合、はい、日本としてのポイント王子、あーとこれはディオフが取る、ディオフが取る、日本がピンチになった、1人かわした、右足のシュート、鈴木よく守りました。これが代表2試合目、ドリブルで行くマクタルエンディアイ、カマラにボールが通りました。ラストパスを上げる、待ち構えているヘディングのクリア、このこぼれたところ、エルアイサールのシュート、左足、ちょっと今は通気は反応できませんでしたね。強烈ではないですか、その技術とかを含めてですか。そうですね、フィジカルとかも含めてですね。あとオフサイですよ、これはオフサイドはない、オフサイドはない、カマラのシュート、今のは多分オフサイだとは思いますけどね。行きますか、エンドールが行きます、ハディガです、マークに松田、エンドール行った、かわした、ラストパス送る、ヘディングシュート、危ないところでしたが、ウサイのディーフ、シュートは外れました。今は中真剣勝負を前に、ノーコメントでした。あ、そうですか。しかし昨日の会見でも言っていたように、はい、特にこのアフリカ、あとこれはチャンスになる、アンディ、よく止めた、よく止めました、鈴木亮太よく止めました、回っている、そんな感じがします。入ってきました、16番のエンドゥールだ、ディーフ、ディーフが回り込む、ディーフ回り込む、うまい、エンディアイ、エンディアイに出る、低いボールが入った、触っている、シュート、これも防いだ、戸田のクリア、マクタルエンディアイの末のディーフから、この位置にはうわー、あれだ、バックか、いやもう抜けてるシーンですよね。ました。稲本がこの位置まで上がってきています。柱に沿いです。低いボールが入った。スルーした。チャンスですよ。シュート狙った。こぼれた。ボール前合わせられませんでした柳沢。しかし日本いい形。この試合最初のシュート。このボール奥。このボールを取って稲本を後ろに出す。服部。服部がアンブリ、カマラが行った。カマラが行った。カマラのシュート。清田森岡。清田森岡。さあこの位置がチャウ、チャウです、チャウから左サイド上がってきたのがエルアジサール、ディーフ浮いてますよ、ディーフが浮いている、かわした、左です、シュート狙ったが危ないところ外れました。日本厳しいところでした。まだレディーフが狙っていく、ディーフのシュート決まりました、セネガル先制。エルアジ・ウサイのディーフ、サイドの広山が空いていますが、ここは広山にボールが出ました。広山勝負に行く、広山勝負に行く、ラストパスを出した、詰めていなかった鈴木、これはおそらくコーナーでしょう。福西から縦へ出す、柳沢が裏を狙うか、柳沢裏のシュートを狙っていきました、鈴木が思い切ってシュートを狙っていきました。柳さんもすごい動きで相手の、戸田す、戸田す、いいですよ、左サイドにボールが出る、いい、森岡、広山まで、森岡、広山行くか、こぼれている、福西シュート、うわ、福西のシュート、ーキーパーの手、シュートやけどな、コーナーキハディガ、ハディガから左サイド、チャウ、チャウ切り返した、左足シュート、決定的な2点
ました。勝負あり、かなりリスク背負いながら、はい、中盤で両サイドがね、どんどん高めに設定して戸田のワンボランチで勝負してきましたし、そこではいい時間帯でいいチャンスも作ったんですけどね、はい。